はいどうも、えー、イズログのイーズです。で、今は、英検剣一級の結果が来たので、えー、その、検順一級の、えー、結果をね、改めてまた振り返ってみたいと思います。はい、まあ、えーと、結果は不合格だよね。まあ、一応さっきも、<coughs> まあ動画でもも最初に言ったんだけれどもそしてこの英検のスコアだねこの一時の合計が1,701点で合格の基準が1,792っていうのがこれまた意外な結果でしたね。でまあ一応何て言うかね全然手が届かないわけではなかったっていう逆にねあのー。 ちょっと惜しかったなって感じですね。一次試験合格まであと一歩です。受験結果とともに、あなたの回答状況やアドバイスを掲載しました。苦手分野の復習を行い、時間、次回の試験で合格を目指しましょう。ということですね。なので、まあ、絶対に受かんないわけじゃないし、まあ、うん。多分、あと、各セクション2点、2問ぐらいかな、当たってれば、 多分、ギリギリ受かったのかなっていう感じです。まあ、二次が受かるレベルではないと思うけれども。まあ、とはこちらですね。<laughs> 技能別の正答数。うーん、まあ一応、僕の予想として40%台の回答率じゃなかったっていうことが大きいですね。特にリーディング。リーディングだけはちょっとあの、なんていうか、うーん、あれですね。<laughs> 単語はそれなりに覚えてはいたんですけど何て言うか最後2択になったのがきついんですよねだからほとんど全部の問題2択だったのでうーんまあそれでも回答数が50%を超えたっていうのはすごく予想外でしたね、まあ、大検討といえば大検討だけれどもまあここだね正答率合格者の平均を見るとまあすげ 結構高いよねでそして個人的にライティングの点が一番高かったっていうのがびっくりまあ一応平均正答率まあ一応平均はうん平均なんだねやっぱり11級になるとここら辺になるんだねでもまあうっきり,り浮受かんなかったって感じかちょっと惜しかったなもうちょい頑張ればよかったよねでやっぱりでまあ大門 別の正当数出題の狙いと学習アドバイス。まあ一応様々な媒体を通して、うん、そうだね。確かに単語の意味だけと、あとはその熟語かな。それを多分ね、結構落としてたと思う。であとはその単語の、<coughs> ね、種類とかが、文脈とかその形容詞的な用法だったりとか、そこら辺を落としたのが痛いよね。 なんで次はねうーん個人的な目標としては短文の動く補充は2択だ2択よりかはまあ1択になるくらいもうちょい単語の意味を覚えたいと思いますであとはとにかく日頃から社会性の高い話題に関心を払いっていうところだよね今回はおそらく準一級の中でも結構簡単な部類だったのかもしれないでもそれをね落としたからね今回 それはちょっと痛いよね。まあ、あとリスニングの時の、うん、長文のリスニングだよね。結構ね、忘れるんよね。なので、結構メモは取れるのは大きいんだけど、メモが追いついていかなかったからね。結局途中は。で、まあとはこっちの大門の4。大門の4のライティング。まあライティングだよね。まあ、各目的によって形式も異なる。 ふさわしい書き方ができるかうん確かにその形式的な書き方よねあと情報の流れ原因結果0時順摂逆説3 4分の34分の2四分の2、うん、やっぱりまあギリうんやっぱり順一級ってなるとその学術的というかそのちゃんと 文章とあとはそのなんだろうな題名っていうかその問題に対してのまあちゃんと問題を捉えた上での起承転結それができてないとまあ難しいのかなという感じまあでもまあとにかくに今年の8月 6月に英検2級を何とか受かってその勢いで英検準1級は受講受験したんですが受講したんだけれども意外と大健闘だったっていう部類部分ですね。あとはんリゾバをしながらうん英検を受けていくっていうのも。 まあ正直しんどいものはあるけれども、そんな中でもまあ結構大健闘だったかなって感じです。まあ、今年、ブログの,、ね、あのトップの、あのー、タイムラインから、っぽいところにも貼り付けてはあるんだけれども、まあ、2019年の、えー、目標として、英、え、検、ー、2級を受かることを、i c、えー、600点を取ること、 まこれは2つはつクリアしましまたなのでもうちょい来年はハードルを上げていこうかなっていう感じです。まあ、あとこれが在宅ワークとか、まあ、あとリゾバで重宝されるかどうか、まあ、世間一般にあの英検2級やとあ役に立たないとは言われてますけれども、まあ、それが重宝するかどうか、まあ、それも含めて今後 それらを体現して、まあ、ブログとかこういう YouTube の動画に落とし込めていけたらなと思います季節労働と、まあ、自分の収入源を作るっていう、まあ、二足のわらじの第一歩として、まあ、ちょっと英語っていう手段をもうちょい強化してみようかなっていう次第でした、まあ、次は順1級受かりたいですねうんまあてな感じでした